サッカーバーレーン代表はバーレーンサッカー協会によって編成されるバーレーンのサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムはリファーにあるバーレーンナショナルスタジアム。FIFA フフワールドカップの予選では2006年大会アジア予選、2010年大会アジア予選と続けてアジア第5代表となり大陸間プレーオフに進出するものの2006年大会では トリニダード・トバゴに2010年大会ではニュージーランドに敗れワールドカップ出場を逃している。その後2014年大会アジア予選では3次予選で敗退2018年大会アジア予選でも組み合わせ抽選の際はポットに二族していたがウズベキスタン、北朝鮮、フィリピンの後人を廃止敗退するなど2010年以降低迷が続いた。しかし 2019年に西アジアサッカー選手権とガルフカップで立て続けに初優勝を飾るなど上昇基調にある。ミラン・マチャラに率いられたバーレーン代表は2010フィファワールドカップアジア予選で前回に続いてアジア5位決定戦に進出しサウジアラビアと対戦した。バーレーンのホームの第一戦をスコアレスドローで終えた後、 敵チリアドでの第2戦は1から1のまま、ロスタイムに突入した。このままのスコアならば、アウェーゴール数の差で、バーレーンがアジア5位となる状況だったが、ロスタイム残り1分で、サウジアラビアが勝ち越しゴール。時間は残り1分を切りバーレーンは、予選敗退の危機だったが、コーナーキックからヘディングシュートを決め、再び同点。直後に試合終了となる。 この劇的な同点ゴールにより、バーレーンはアウェーゴール数の差でアジア5位を決めた。ニュージーランドとの大陸間プレーオフに進出したバーレーンは、ホームの第一戦をまたしてもスコアレスドローで終え、敵地ウェリントンでの第二戦に臨んだ。前半、コーナーキックからニュージーランドが先制。対してバーレーンも後半にペナルティーキックを獲得した。決めれば、 同点となり、そのまま試合終了となれば、またもや、アウェーゴール数の差で、バーレーンが、南アフリカ大会出場を決めるはずであった。ところが、これを、ゴールキーパーに止められ、そのまま試合終了。前回に続き、2大会連続で、大陸間プレーオフ敗退となった。ありがとうございます。